下手プレイにおバカなプレイ、ゲームバンチこんにちは。今日は、アーマ3クリエイター DLCS OG プレイリーファイアーのマップをエデンエディターで開いて覗いてみました。下手なプレイをお見せするよりマップのみ、ご紹介ってわけだな。あんた学習しているわけだな。とりあえず、ハノイに行ってヘリにでも乗ってみますね。樹木の数が多いせいか FPS がちょっと厳しいね。開けたところにチラ引き場所発見。
ゲーム内には基地防衛ミッションみたいなのがありそうだな。こんなロケーションでの防衛って私は嫌だなぁ。きっと、森の中から迫撃砲の嵐だな、わらわら。開けた場所がほとんどない、まさにジャングル。シンプルになってますね。今後、もしかしたらアップデートがあって、植林されるかもしれないな。このマップの感じだと、アップデートはなさそうだなぁ。空からだとよくわからないから着陸してみますね。あ、ユニフォームがベトナム仕様じゃなかった。早く着替えて出直すんだな。雰囲気ありますね。時計も雰囲気ありますね。
散歩に出かけましょう。こんなところで待ち伏せされたら、間違いなく行きますねわら。
今までこんな残響感ありましたっけ？どんなだったか覚えてないな。このマップで敵がいたら、間違いなくいけますね。あんた向きのマップではないな。ベテラン戦闘員向きだな。最後までご覧いただき、ありがとうございました。